まあ初めてこう一緒に、まあ公式戦自体も見るの多分、一緒に来て見るの初めてですし、まあそういう意味ではいい思い出になるんじゃないかなと思うので、まあそこも含めてまずは自分のやることに、さっきも言いましたけどやることにまずしっかり集中したいなと思ってます。はい。まあ、特に慣れてはもちろんいないですけども、まあ、本当にやることにだけ集中して、キャンプもそうでしたけど、まあ、そうやって注目してもらえるのはすごいありがたいことですし、それはそれとして、まずは自分がやるべきことに集中したいなとは思っています。You know, when you talk about the word legacy is what a lot of people talk about. And you really, you know, as an athlete, the guys that get the legacies are guys that win multiple championships. And Shohei, I don't think he's been in the postseason. And so he signed on here to win a championship and multiple championships. So that's his only goal. And so you've got to do that 7 times over to start talking about Michael Jordan. So, but you got to start somewhere. So that's our hope. That's our goal. どうですか、まあ、その特殊な開幕なので、あの韓国でやるというのも特殊ですし、まあ、新しいチームで、またスタートするというのも初めてなので、まあ、楽しみの度合いというよりまた違うようなこう楽しみがあるんじゃないかなと思います。小さい頃から見てきて大好きなもちろん投手ですし、本当にこう目標にしてきたような方なので、まあ、WBC でも一緒にやらせてもらったりとか、練習もその前もちょこっとさせてもらったりとか、本当によくしてもらっているので、本当に個人的にすごく楽しみですし、ここまで対戦がもちろんなかったので、そこも含めてすごく思い入れがあるんじゃないかなと思うので楽しみにしています。2